名古屋で最大規模の商店街、大須商店街。その一角に一風変わった施設が。水を吐きながら光る白い竜のモニュメントに、鯉やハスの花が動く映像ショー。ここはおよそ480年の歴史を持つ万松寺。織田信長の父、織田信秀によって建立されたお寺で、信秀の葬儀で信長が位牌に抹香を投げつけたという逸話でも知られています。連日多くの人が参拝に訪れる万松寺。こちらの参拝客が投げ入れようとした賽銭、実はこれ硬貨ではありません。賽銭用に作られたコイン、万松寺コインです。コインは1枚500円、支払いはキャッシュレス決済のみです。現金を持ち歩かない人でも賽銭を投げ入れてほしいと考案され、発売から2ヶ月でおよそ460枚を売り上げました。たまたま小銭を持ってなかったんですけど、お参りをしたかったのでありがたいです。外国人旅行客からも好評のようです。I don't know what it means now, but I know that this is you know, one of the deities. さらに万松寺ではデジタル賽銭も導入。スマートフォンで QR コードを読み取り、金額を指定して賽銭を納めることができます。これらを手掛けたのは大東玄遊住職。実家の万松寺を継ぐ前はパソコン関連企業を経営、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏とも仕事をしました。大東住職がお寺らしからぬ先進的な取り組みを進めるのにはある理由が。歴史を持つがゆえに、伝統を持つがゆえに、ディフェンスに回っちゃってるんですね。守ろう、でもディフェンスだけでは維持ができないです。オフェンスをしないといけないんですよ。今お寺は檀家離れなどにより経営が苦しくなっています。2040年には3分の1のお寺が消滅するという試算も。全国でお寺の数が最も多い愛知県も例外ではありません。そんな中で檀家に頼らない攻めの経営を模索してきた万松寺。歴史あるお寺だけに批判はなかったのでしょうか。新しいことをやるには必ず批判はついてきます。批判は覚悟した上で、それを説得できる考えを持って順々に改革を進めていくことが重要だと私は考えています。大東住職の改革は他にも。こちらの青く輝く空間は納骨堂。コンピューターで制御され、遺骨が納められた場所を光で示してくれます。また本来はお寺に出向いて受け取る御朱印もウェブで受け付け、郵送で授与します。お寺に来てもらう人を増やすため、まずは興味を持ってもらうことが大切だと話す大東住職。これらはすべてお寺を身近に感じてもらうための仕掛けです。さまざまな改革によって、御朱印やお守りなど授与品による収入は12年で13倍に増えました。檀家離れが進む中、お寺にとって新たな収入源の確保が必要になってきています。伝統や歴史を守りつつ、新しい取り組みでお寺に興味を持ってもらうという万松寺の姿勢は、全国7万以上ある寺院の経営のヒントにもなるのではないでしょうか。